こちらベジツリーカフェさんです。もう植物好きにはたまらない店名ですよね。行ってみましょう。こんにちは。こんにちは。うわ、明るい店内に、ちょっと植物が壁から生えてるじゃないですか。はい。お得で美味しいランチがあると聞いたんですが。はい、ございます。ございますか、はい、では早速ですが自慢のあれお願いいたします。かしこまりました。去年夏にオープン、お客のおよそ8割が女性というベジツリーカフェ。人気の秘密は地場の旬の野菜が楽しめるサラダバー。自慢のあれは一番人気のランチが登場だ。失礼いたします。はい、お待たせいたしました。こちらが当店自慢のあれです。おお、ああ、美味しそう。うわ、おしゃれですね。ベジツリーカフェ自慢のあれは選べるデリランチ、メインは2種類。今回は女性に人気が高い白身魚のタルタルをチョイス。そして何といっても注目はこのインスタ映えするサラダ。素材本来の味が一番楽しめるというオリーブオイルで召し上がれ。いただきます。もう野菜大好きなんですよ。あー、うまい。あー、新鮮だわ。熟してますね。 ありがとうございます。しっかりと、だから味が濃いですね。糖度のすごい高いトマトですので、フルーツのような甘みですね。はい、菊川市の、ベルファームさんが育ててるアカデミートマトというトマトですね。トマトだけでこんなに幸せになります？このリーフレタスも幸せになりますよ。全然ないですね。そうですね、すごいフレッシュなレタスですので、シャキシャキ、びっくり、ちょっと甘みが出てきてる。浜松市の、矢野ファームさんというところで育てているレタスでして、毎日10種類以上の形や色、食感の違うレタスの中から、5種類のレタスをブレンドして提供させていただいております。大地の旨味が凝縮してますよ。何種類ぐらいあるんですか？そうですね、お野菜が全部で、12種類以上常に置かせていただくようにしております。ちょっとドレッシングかけたいなときはあったりするの？はい、ドレッシングも4種類用意しておりまして。あるんですね。はい、2回目以降も別の味で楽しんでいただけます。せっかくなのでメインのお魚もいただきましょう。おいしい。タルタルソースとこのさっぱりとした白身魚がちょうどマッチしますね。こちら熱風で火を通しているという形です。旨味を逃がさずふわっと仕上げさせていただきます。いろんな食感楽しめますね。これしかもサラダバーなんでしょ？はい、そうですね、おかわり自由となっております。よし、王子嬉しそうね。ポイントは何といっても新鮮な地場野菜、独自のルートで仕入れているからこそなせる技です。白身魚はスチームコンベクションで水分を逃さず調理をすることで旨味を凝縮しているんですよ。王子、こちらもおしゃれなアピールよろしく。ベジツリーカフェさんの選べるデリランチ絶品でした。花で表すならばこちらです。ケイトウです。もうね、まさにカラフル、見栄えが良くて、で花言葉、これおしゃれなんですね。もう本当におしゃれで美味しい、もう身も心も彩り豊かに幸せなランチでした。ありがとうございました。美味しかったです。ありがとうございます。インスタ映え間違いなしのランチ、カラフルに盛ってしゃべっちゃいましょう。